5年前の夏、遊園地の帰り道、不慮の事故で心に傷を負った少女、そして彼女の前に現れた幼なじみの少年。そんなある日。お母さんだよ、目を覚ましたんだ。どうしたの花。お母さんが帰ってきた時なんか違和感があったの。あの人、お母さんのふりをしてるんじゃない。まさか。対抗催眠について調べたんだ。洗脳みたいなこともできるんじゃないの。え、死亡。事故の後、ルナちゃんの顔しっかり見たことある。もしも私だけが調べたいことがある。これで5人目、もしかしたら全部繋がってるのかもしれない。こんなの偽物の家族だよ。予想外のストーリー、想定外のラスト、世にも奇妙な謎解きサスペンス。ありえない。この子は邪悪。